侍忍者ショーの刻にござり申す。さあ、こたび皆に見ていただくのは我ら忍び、実は徳川家康様に仕えておる忍びなのじゃ。徳川家康様のお名前知っておる者手あげて。はーい、おー、行さん、さすがに大人のお客人もよう知ってくれておるな。せよ、その徳川家康様に我ら忍びが仕えるきっかけとなった神君伊賀越えの様子をこたびは見てもらおうと思いますが、この神君伊賀越えは主君である徳川家康様人生最大の危機と現世で言われております。我ら今から伊賀の山々を家康様のお命をお守りしながら越えていくんじゃけれども、こたびの出陣忍びたった3人にござる。ちょっと山を越えられるか心配ということで、この山を越える際に皆に力を借りたき場面があるのじゃ。その時に使ってほしい忍術がござる。それがこちら、忍。さっき忍者体操でも姫様若様と共にいたした忍術じゃな。では大人のお客人も共にやってみてくださりませ。まず前に手を出して、その指を2本にいたします。さすれば、そして右手が下、左手が上で、右手を左手に収めて胸の前じゃ。これが忍者の刀印、忍びの印と呼ばれるものにござります。ではせっかくじゃ、ちょっとだけ練習してまいろうかな。この状態で拙者がこれからせーのと申したら、皆大きな声で忍と言ってくださりませ。それでは参りさ、せーの。素晴らしい、姫様若様、大人300人分くらいの声が出ておったな。さあ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 、しかしながら大人のお客人も強さおるように、これに大人の大きな声を足してもう一度だけ練習してまいろう。それではもう一度韻を組んで、大人のお客人も頼むぞ。せーの。おー、見事にございます。本番もその調子で頼みますぞ。では我らの侍忍者ショー開幕。時は1582年、本能寺の変にて織田信長様が討たれた後、謀反を起こした明智光秀殿が次に狙うは我らが主君徳川家康様であった。徳川家康の命頂戴する。そうはさせぬ主君、徳川家康様のお命も我らがお守り申す。敵が次々と襲ってくる。主君家康様には何としてもこの伊賀を越えていただかねば。家康様はいつもなさねばならぬことがあるとおっしゃっておられた。それは天下太平の世を築くこと。そのためにも我らの使命は家康様を無常岡崎城へとお連れすることじゃ。今こそ伊賀者甲賀者の力が必要じゃ。諏訪美の者たちよ、服部半蔵様に力を貸してはくれるか。そうです。ここはわしが。お頼み申す。
来い。よし。参る。ゴーテン。総勢300名伝し忍びの者たちと共に、民の幸せのため、天下太平の世を築くため、この命にかけて家康様を守り抜く。さあ皆さん、今がその時にござる。胸の前で党員を組んでくださりませ。拙者がせーのと言ったら、先ほどの練習の時よりもさらに大きな声で忍と言ってくださりませ。準備はええかな。それでは参るぞ。せーの。ありがとうサンジャ。サンペイザンマイル、行くぞ。家康さん、無事岡崎城にご帰還じゃ。忍びの者たちを、そして皆々かたしけない礼を申す。こうして我らは鳴海が衆として取り立てられ、服部半蔵様はその棟梁となった。天下太平の世を築かれた家康様のお願い、そしてそれを支えた忍びたちの思いを受け取り、現世に蘇っては服部半蔵忍者隊として愛知忍者を盛り上げてまいろうぞ。我ら服部半蔵忍者隊、ここに推薦。はあ、というわけで我らは家康様に取り立てられ、このように現世では愛知県の観光 PR 隊として活動しておりますが、この度我らのこと初めて見たもの、手開けて初めましてじゃん。はーい、やはり結構申すどうぞおりまするな。ゆうにぜひ我らのことを皆々に教えてくださりませ。はあ、そっちいたした。さあ我々徳川家康と服部半蔵忍者隊、愛知の魅力、そして忍びの文化を広まって世界に発信するべく日々活動しておる忍び集団でござる。日頃はここ名古屋城にて、平日はおもてなし、そして土日祝日にはこのような侍忍者ショーを行い、この現世を盛り上げておることなんじゃな。そんな我らが現世でな、あるものをしていろんなものを情報を発信されますからな。忍者だかな、さようにもなる。ぜひな、ちっとでも我らに興味を持ってくれた方おりましたら、服部半蔵忍者隊とお手持ちのからくりで検索をかけてみてくださりませ、さすれば我らの出陣情報が出ておる電子版ホームページというものでござったり、その他各種電子も SNS といったものをやっておりまする。やったりやったり、ぜひ援軍友のいいねというやつお願いいたします。お願いいたします。では続きまして、我らの演武にて剣舞にて共に盛り上がってまいろう。青龍
我らが陣形を作るように5秒とせよ格好をつけてまいりがゆえ取ってくださりないとと、あと2月22日はニンニンニンで忍者の日にござりもせ。さペトの我ら2月22日あるところへ来もすの。さあ我ら2月22日は中部国際空港セントレア侍忍者空港に出陣いたしまする。さようにござれ。実はもう一つの拠点となっておるわけじゃな。そうじゃな。そしてしとおった知らなかった。早い早い、まだ何も言うとない。続けてくれ。こたび2月の17日ここ侍忍者空港中部国際空港セントレア19周年にございます。おめでたい、おめでたい。最高19周年忘れとった。はい、知らなかったよというもの。はい、ほとんどじゃな。最悪だ。19歳まだまだ若いな。さようにござるよ。ぜひぜひな、こたび空港を使って参ったよというもの、今後もおそらく使う方おると思いますので、こたびが19周年なんじゃ。そして2月22日には我らが現れるということをな、ぜひ覚えておいてくださります。お願いいたします。ではとてまいろ。いいえ、まいろ。まいろまいろぞ。服部半蔵忍者隊などをつけて全国へ拡散をお願いいたします。これよりは名古屋おもてなし武将隊の演舞にござる。我らはこれにてしまいじゃ。ニンニンドン。